こんにちは、キーチャンネルです。今日はプリンスパレード記念のクエストに行きたいと思います。行きましょう。パーティーはまあおいおい言っていくんかどうかはわからないですけど、まあレベル1なんですぐ終わりますよ。あ、これはあれです、知らない人はいるのかな。まあいるか。夢王国と眠れる100人の王子様っていうやつです。さっき喋ったのは、あの耳がついてる右上の子がいるじゃないですか。その子が喋りとかぶりました。ごめんなさい。じゃあ行ってみよう。この子たちのパーティーは紫のパーティーなんで、紫色のすごいよ、完成が楽しみだな。下にあるあの何攻撃力が出てくるから見てて。で、一番右にいる子が青いのを消したら出てくる。で、紫を消さないと私はこの子を倒せないという。いやー、惜しかった。あなたが頑張るならよそ見なんてできないよね。で、左真ん中の一番左と上にいる左の子は同一人物です。私はこの子が一番好きですよ。いやー、かわいいもん。とっておきのレシピがあるんだ。この子はなんだっけな、まあまあ、こうすごいよ、完成が楽しみだな。だいたい2人いたらどっちかがゆっくり休むと、こう確率的で保存食にできそうなものあるかな。うん、ありがとう、フレンドさん、ありがとうございました。で、はい、ゲット。この子はすべてのレベルを上げてくれる子です。マックスまで。今イベントやってるので、こういう魔物が出てくる時があります。はーい。ということで以上となります。よければチャンネル登録お願いします。